交通事故の遭いやすさ、犯罪成功、どんな友人を作るか、面食いかどうか、夜更かしが得意か、あがり症か、今までの遺伝学より遺伝子の影響はもっともっと大きいんだよっていうのが最新の遺伝学のこの本で語られているんですよね。こんばんは、下平です。こんばんは、吉水乃です。こんばんは、早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、ポッドキャスト、各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。さあ、冒頭でですが、皆様にちょっと お詫び、があります。この大人の放課後ラジオ、Apple サブスクリプションで、メンバーシップをお届けしているんですが、実はですね、メンバーシップの、この登録方法ですね、月額と年額で、選択可能だったかと思うんですけども、私たちのですねちょっと設定のミスでですね、本来月額会員しか、登録できないところ、年額会員というこのものも、登録できるように、なってしまっておりました。そのためですね、2024年3月22日から、この年額の登録を停止させていただいています。なので、すでに年額を登録している方もですね、アップルの方から自動更新が無効になって、停止日に基づいて日割りでご返金の手続きをしておりますという、連絡がいっていると思います。なので本当に大変申し訳ないんですけども、引き続きオトラジぜひ、お楽しみいただきたいので、年額会員を解除されている方は引き続き月額の方を申し込みいただくか、もしくはね、YouTube とか、ニコニコ動画、お好みのプラットフォームで、再度登録をしていただけたら幸いです。本当にこの度は申し訳ありませんでした。なるほどね、はい、要するに年額と月額があって年額の方がないから戻しちゃったってお金を、そう設定されちゃって、そうなので今の話は全然皆さんが損することではなくて、もう一回できたら月額の方に入ってくれると嬉しいですっていうだけのことなんで、はい、あんまり重要な話ではないです、はい、僕今最初の話を聞いた時に、はい、ああなんか絶対に過去で炎上したのかなとか思ったんだけどこの番組ってさ不思議と炎上しないよね。それは人徳じゃないですか。言いたいこと言ってるのに、ねまっちゃんの会とか日本保守とかさ、大炎上はないですよね。ないね、ちょっと寂しいな。なので引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。さあということで今回は第222回ゾロ目ですね。すごいね、はい、運は遺伝するか、で今回の、紹介する本はですね、運は遺伝する、これサブタイトルで行動遺伝学が教える成功法則っていうのがついてるんですけど、はい、立花明さん、はい、ご存知ですよね。僕たちもなんか一回取り上げたよね。ありましたね。ではいけないからね。無理ゲー社会か。はい、この人本のタイトルうまいんだよね。はい、その、立花明さんとですね、行動遺伝学者の安藤樹光さんというこの二人の対談で、トークだからすごく流行ってきやすいのよね。そうですね、最初こんな読めるかと思ったんですよね。そうそうそう、で新しい遺伝学、今までもみんな遺伝学っていうと、うん、ここら辺はみんな覚えてますよね。親に身長が似る、うん、BMI 太りやすさが似る、うん、で知能なんかも割と半分以上の確率で遺伝することが多いって言ってたんですけど、うんうん、新しい行動遺伝学ではそれ以外にですね、今までだったらそれって運なんじゃないっていうようなものまで遺伝することが分かってきているって話なんですよ。そこ交通事故の遭いやすさ、うん、犯罪を犯す、犯罪成功、うん、どんな友人を作るか、うん、面食いかどうか、うん、夜更かしが得意か、うん、上がり症か、うん、で当然まあ知能は遺伝するんでこれもそうなんだけど、記憶力とか、うん、もっともっとたくさんのことがその遺伝子で決まっているんじゃないかってことになってきていて、うん、今までの遺伝学より遺伝子の影響はもっともっと大きいんだよっていうのが、最新の遺伝学のこの本で語られているんですよね。でも面白いね、うんうん、だからショックじゃなかった？ショックでした。ちょっと3歳までは親がいっぱい詰め込むと子供はそれなりに反応するけど、うんうん、3歳以降はほとんど親が何をやっても子供の遺伝的な力以上には、うん、頭は良くならない、うん、だから塾とかはほぼ無駄だって書いてある。書いてありました ねすごくない？いやすごい、ちょっとはっきり言い過ぎてんじゃないかなって思うぐらい、うん、じゃあもうやめようと思う、もし子供が生まれたら。私は結構多分、うん、塾行きなさいとか何 させなきゃとかって多分思うタイプだから、うん、やめようって思いました。お逆にやりさ、やさ、や、や、やり、やらせしすぎちゃうと思うから、うんうん、あんま関係ないんだ、もう結局この子の生きるように生きるんだって思えば、うん、なんかそこまで強要せずに済むのかなって思うから、うん、でもなんかイラさん体感的にそういう、まあ、ご自身もそうですし、うん、お子さんとかもなんか、うん、そういう感じでこうゆったりとしてそうなるよなるよみたいな。そうだね、まあ、あんまり正直詰め込むのが嫌だし、自分もその何かをしなさいって言われるのが嫌だったので、うん、何にも言わなかったって感じだね、うん、ただ陽平くんこれに関してはさ、はい、まあ、要はゲノム解析っていうのができるようになって、はいはいはい、
最初の時には何千億もかかっていたのが、なんと今では本当に数万円でできるんですよね。そうそうそう。そのゲノム解析でダーッとやってみると、いろいろな遺伝子の、あったりなかったりが見えるっていうやつをもう何年も前から洋平は実はやってたんですよ。健康マニアなので。そうなんですよね。これこうやるとここになんかモザイクかなんか出るのかな、わかんないんですけど、この、ね、本の中でもあるんですけど、うん、僕はですね、SNPs っていうあの個人間の遺伝情報のわずかな違いのことでね、あの要はなんて言ったらいいんだろうな、その人しかない遺伝子みたいなものがあって、うんうん、そこで、その検査することによっていわゆるその人の独自の性格とか体質が全部出るっていう、うん、本当に遺伝子検査の先端みたいなものをやったんですけど、うん、まあそれを要は世界に一つしかない自分の DNA の設計図みたいなもんなんですけど、うん、一生変わんないんですね。でそれを今僕それ 3,4 年前にやって9万円ぐらいで受けたんですけど、うん、9万円って言うと高いように感じるけど、うん、それで全部わかるから、うん、まあ個人的には非常に意味があってですね。で僕なんかさっきイラさんとね、あのノアさんにも見てもらったんですけど、僕なんかね性格見たら一風変わった性格の持ち主ですが、誰にもない能力を発揮とか、あと気分のムラが起こりやすく攻撃になりやすいとか、うん、なんかそういったものが分かって、でまあそれだけだったらよくあるですね、うん、DNA 検査ねみたいなとこなんですが、そっからがやっぱり今の検査ってすごくて、じゃあ対策として具体的にじゃあセロトニンとかをもっとよく回すためにこういう食事をしましょう、こういう食事はしない方がいいと か、うん、だかそういったものが全部具体的に分かって、あともう一個としては僕あの睡眠が結構早く寝てられるには浅くて、うん、でいろんなこういうちょっとマニアックなんで日本で有名な睡眠科とかに睡眠あのドックっていうので入って一泊こんななんかいろいろつけまくったんだけど、うん、異常がないって言われて、うん、でもこの検査で調べたら結局さっきのセロトニンがうまく回ってないから、それをうまく回るサプリを取りましょうとかっていうふうに言われて、うん、でやったらまあ非常によく眠れるの。そうだね。だから今その睡眠障害の話になったけど、うん、もっとなんていうかな、みんなが分かりやすく言うと糖尿病になりやすいとかね、動脈硬化になりやすいみたいなこともその対策とともに全部出してくれるの、うん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 、ちなみにこの本の作者の立花さんも検査してるんだよね、うん、そうそうそう。でその検査だと協調性があるかとか、うんうんうん、外交的かとか、新しいものを受け入れやすいかとか、うん、夜型か、うん、落ち込みやすいか、これなんていうか割と余裕感意外なんだけど落ち込みやすいタイプなんだよね。いやいや落ち込みやすいっていう、基本落ち込んでますからね、うん、そうで幸せ感を感じやすいかとか、うん、暇になりやすいか、うん、怒り記憶力、うん、あと本当にあの面食いかどうかも遺伝子によって左右されるんだって、うん、ありましたね、うん、で最後に父が書いたんですけど、ED になりやすいかどうか、ピンポになりやすいかどうかも分かるっていうのよ、うん、めちゃめちゃ面白くない、うん、だから余裕君が9万円ってちょっと高いかって言ったけど、これ全部分かるんだったらいいよね、うん、さらにもっともっと細かく実は分かって、もう一つの方だと例えばね計算の能力、うん、社会的な態度、要するに突っ張りとか暴力団になりやすいかどうかみたいなことも分かるの、うん、あとニコチンとかアルコールとか大麻の依存になりやすいかとか、うん、痛病摂食障害 ADHD とか全部この遺伝のこれで分かるっていうのが、うん、うひゃすごいなっていうね。そうですね、うん、なんか遺伝っていう言葉だけ聞くと、うん、親からこう受け継いだものが、うん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 、その遺伝子として組み込まれてるっていう感覚になるんですけど、うんうんうん、っていうよりもその自分のその一族の、そうだね、あの親からの遺伝の中に先祖代々みたいな一族の流れみたいなのが入ってきてるんで、うん、親から発言するって言いながらでも例えばおじいちゃんおばあちゃんのも入るし、うん、何十世代か前に日本列島に移り住んできた人たちの分も全部入っちゃってるわけ。でもそう考えると、うん、あの人間ってまあ複数多分いたと思うんですけど、うん、なんかそんなに最初からでも違いがあるってことなんですかね。あのばらつきがあるんだよね、うん、要するに頭のいい人も悪い人もいるじゃん。小学校のクラスを思い出してみると、うん、こんな優秀なやつもいればこんなにそうでもないやつもいるっていう感じじゃない、うんうん、でちなみにこれはあの、ベルカーブっていうのが有名で統計学である、うん、こうあって真ん中が盛り上がってこうなっていく、うん、よく見るやつ、よく見るやつね、うん、でここら辺の境界があるのね、うんうんうん、これ IQ で言うと、まあ、ここの真ん中のそんなに優秀でもないちょっと優秀ぐらいの人、ここに 70% の人がいるんだって、うんうんうん、でここにマイナスの人も 15%、うんうん、ここも 15% で遺伝もこれと同じ形で出るっていうんだよね、うん、足が速くなりやすい遺伝のここら辺にいるとかここら辺にいるみたいなっていう感じなので、
まあ面白いよね。不思議だなと思うのが、うん、元は一人の人間、一、うん、人っていうか二人の人間から、うん、あの生まれてきた人たちがどん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 こう分裂していって、うん、新たなその遺伝子の、構造とかができていって、うん、これだけ違うタイプの人間が出来上がっていっているっていうことなんですよね。無限にだからその組み合わせがあるってことなんですかね。うんまあ、要はさ、環境が変わったり社会体制が変わったりするじゃん、うんうん、生き物として人間はなるべくいろんなものを作って、うん、何かが起きた時にここがごそっと死んでもこっちが生き残るっていう、要するにダイバーシティなんですよ。本当そうですね。多様性を担保しないと一発で滅ぶから、あのいろんな人間を用意する、うん、だから陽平くんはね、うん、この中で日本人では少ない戦士の遺伝子があるんですって、うん、これアメリカ人とかヨーロッパ人は戦士の遺伝子すごくあるんですよ、うんうんうん、なぜなら狩りをする人たちだから、うん、でもこれ面白いですね。ちょっとせっかく面白いんで読みますけど、うん、そのね、うん、遺伝子関係するとこ読んでると、うん、気分のムラが起こりやすく攻撃的になりやすいです、うん、そしてここです。急に落ち込んだり人と会うのを避けたりすること。その僕がこの仕事してるとやっぱり何なんでしょうねっていうところありますよね、うん、でも人間って自分の弱みを強みに変える癖ってない？あるというかなってる、うんうん、何なんでしょうね。不思議だよね、うん、早川さんでも自覚あったんですか？その人に会うのめんどくさいって感じちゃうなとか。あるよ。てか途中からでもどうなんでしょう、うん、本質から外れちゃいますけど、うん、遺伝子はちょっと置いといて、うん、でも幼い頃最も嫌いだったものが途中から好きになって、やっぱその逆とかもありますよね。あるあるある。何なんですかね。でもさ、あの恋愛とかでもあるじゃん、最初一番嫌だこの人と思ってたのが後で大恋愛になるとかさ、うん、だから逆に弾くっていうのは自分の正反対のものって見えやすいんだよね。うん、だからこうやって例えばここに人格があるとすると、ここの自分がこうやってここが出っ張ってるところだと、こっち側は反対側だから見えるけど、ちょっとここに出っ張りがあるとかさ、うん、ここって見えにくくない？うんうんうん、意外と隣とか見えないですよね。そう、隣とか見えないし自分に似てる人はよく分かんなかったりするんだよ。でもこの本にもありましたね、なんかその、うん、自分の子供とかが、うん、なんかそのうちなんか例えば全部できるみたいに思ってたけど、うん、やっぱりどんどん自分に似てきてここが弱くなってきたりとか、うん、でやっぱ後々出てくる方が遺伝なんでしょうね、うん、そうそう、あのなので子供の頃よりやっぱ大人になってからの方が遺伝の影響が強くなるって言ってるよね。どんどん自分の持っている遺伝子的な形に自分が近づいていく、うん、面白いね。でもそうすると後でね本編にもあると思いますけど、うん、なんかそうするともう遺伝子が最初からいわゆる表層的に何だろう、勉強できないとか、うん、あんまり稼げないとかの遺伝子だと、うん、まあ終わりかっていう話になっちゃうじゃないですか、うん、でも多分いろんなね、うん、あの生き方があると思うんで、なんかその辺本編に入る前に、まあ、あのイラさんにちょっと一言欲しいな、うん、あのね、この二人の話の中で希望があるのは、例えばさ雑草とかってさコンクリートの隙間に入るじゃん。すごいですよね。ですごい生命力だし、例えばちょっとちぎってもまた生えてくるじゃない、うん、でもあそこは生きるのに理想的な場所なんだって、雑草にとって。植物ってこうやって大きな植物っていっぱい生えてるけど、みんなお互いに意地悪をするの、うんうんうん、自分のそばに寄ってきてほしくないから、うん、要は日差しを独占したいし降った雨を全部自分で吸いたいから、うん、でみんなも知ってるよね、抗生物質って何からできてるか。え、何ですか？抗生物質って、そう、あの、苔とか植物の、うん、え、そうなの？相手を寄せ付けないようにする相手が嫌がるようにするに出してる物質のことを抗生物質って。え、そうなの？知らなかった。だから抗生物質ってアンチビオティクスって言うじゃん、うん、要は他の生き物に攻撃する物質なわけ。あ、なるほどなるほど。だからそれを飲むと、うん、体の中の嫌な細菌を殺せるわけよ、うんうんうん、そういうのをしょっちゅう出してるのに、コンクリートの隙間だと小さすぎて大きい植物とか育たないじゃん、うん、なので理想なのよね。でこの2人が言うには、人間は社会の中でいろんな仕事があるから、自分なりのコンクリートの隙間さえ見つければ、うん、特に優秀じゃなくとも、うん、自分なりの生き方とか自分なりの生きがいみたいなものを見つけて、うん、遺伝子的に自己実現ができるんじゃないかって言ってるんだよね、うんうんうん、なんか避ける場所で避けって書いた、すごい励みになります。置かれた場所に避きなさいっていうのがね、ああ、ベストセラーになった本ですけど、ね、ではなく避ける場所に動きなさい、ね、そうそうそう、ね、なぜなら人間は動物だからって言うんだけど、うん、この時の動物って超かっこいいよね。自分で環境を選び、自分なりの成功をするニッチ、自分が成功できる環境を作り上げていくっていうね、いや、すごいしっくりきませんでした、うん、この言葉来た、ね、でいろんな自分たち自身の人生振り返ってもやっぱそうじゃないですか、うんうんうん、そう
そうなので、まあそのね、避ける場所に動く、うん、じゃあその避ける場所をどうやって探すかって、そのあたりも ね僕ら の体験とかこの本の中の話をね、うん、本編でいろいろしていきたいと思います、はい、じゃあここで、お便りご質問来てますかね。じゃあまずお便りからいきたいと思います、はい、ガンバヨーコさん40代女性からいただいています。韓国映画の回とても楽しく拝聴させていただきました、うん、映画好きの夫に皆様推薦の映画を紹介、ここ数年仕事と子育てに追われて大好きな映画も見る時間がなくなってきたので、夫との話の種にさせていただきました、夫はソン・ガンホさんのファンで、ノアさんのおすすめのタクシー運転手に一番反応してくれました。おーいいね、ザ・ウィッチ魔女はショート動画で何度もアクションシーンだけは見たそうです。紹介されていた作品の中で見ていたのは私も彼も猟奇的な彼女だけだったので、二人で韓国映画を楽しみたいなと思います。生活はままなりませんが夫婦二人で楽しめるものがあり嬉しいです。本は仕事のもの以外は読まない夫ですが、映画は二人とも好きなのでこれからお休みの日が楽しみです。日々の暮らしに楽しみをくださりありがとうございました、はい、でも猟奇的な彼女でさ更新が止まってたら、うん、今の韓国映画めちゃめちゃ面白いよ ね、そう、猟奇的な彼女ってもう20年前だからね、うん、そんな前なんですね、うんうん、ぜひ。はい、じゃあ続いて質問です、はい、47歳の女性からいただいています。41歳で結婚し不妊治療を続けてきましたが、一度流産をしてそれ以外は子供を授かることはありませんでした。里親や特別養子縁組にはためらいがあり、卵子提供を受けるのは不安で進むべき道が見えません。またなぜもっと若い時に夫と出会えなかったのだろうか、なぜもっと若い時に結婚できなかったのだろうかと思います。旦那さんは7つ年上だそうです、うん、私が幼い時は多少の金銭的苦労はありましたが、いわゆる高度成長と呼ばれる時代で割といい時代でした。それがこんなに生きづらくて息苦しい大変な20代30代40代の暮らしが待っていると思いませんでした、うん、進むべき道が見えない私に何かアドバイスいただきたいです。これさ、でもこの人だけじゃなくてみんなそうじゃない？この30年はまさかこうなるはずなかったよな。日本が世界で2番目、一時期はアメリカを追い越すぐらいだったのに、うん、こんななるはずじゃなかったっていう思いで生きてるから、うん、一つ言いたいのはそのしんどさは日本人だったらみんなわかるし抱えてるよって言いたいんだよね、うん、でついさ人間って足りないもの、この人の場合は、ね、残念ながら流産してしまった赤ちゃんかもしれないけど、うん、足りないものを数えるんだけど、でも旦那さんとも仲良さそうだし、うん、2人で生きるっていう楽しく生きるっていう選択は大いにありなんじゃないかな、うん、で正直言って彼氏がもう50歳近いんで今から子供を作るとやっぱ子育て経済的には本当大変だと思うんだよね、うん、大学卒業するときに70歳じゃん、そうですね、7歳だから54歳ですね、54歳か、うん、だからそうなると今から作ったら、そっか、大学卒業時でもう75歳とか76歳なので、まあ寂しいかもしれないけど、子供のいないでも自分たち2人の幸せな人生を生きるっていう新しいライフプランに踏み出してもいいんじゃないかな。それは全然悪いことじゃないしいいと思うんだけどね。不妊治療って本当に、私はまだやってないですけど、友達とか周りでやってる人の話聞くと、やっぱり女性の負担が本当にね、多いくって、だからそれをでもね、旦那さんと一緒に支え合ってね、乗り越えられて、乗り越えてくださるといいんですけどね、本当に。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、さあということで、続きは本編で、はい、ご視聴いただけたらと思います、YouTube メンバーシップ、 Apple サブスクリプション、 audiobook.jp、ニコニコ動画、いずれかの方法で、ご視聴いただけたらと思います。詳しくは概要欄をご覧ください、はい、それでは本編で、はい、だから要するに僕たちはさ、イーロンマスクみたいに大木とか育てたいわけじゃないのよ、はい、それよりはコンクリートとかアスファルトの隅っこでなんかやって、ちっちゃな花が咲けばそれで十分じゃん。ちっちゃな花だってちゃんと稼げるし、そこのニッチを見つけるときに自分の遺伝的な素質をうまく生かすと、さらにいいことがあるよっていう本だと思うんだよね。状況が八方塞がりだったら逆に心だけは逃がしてあげてほしいんだよね。この YouTube 見てる人は実は正直社会の中でバッチリハマってうまくいってる人ではないと思うんだよね。どこの職場にいてもちょっと浮いてしまうとか、ちょっとあの人変わってるよねって言われるような人じゃん。ちょっとアウトサイダーって言われるはず。そう。だからそういう人は会社辞めらんないし、この状況から抜け出せないんだけどっていうので、ここに見に来てくれてるわけじゃん。そういう人ほど心の解放性を上げて、これからの時代どう変わるんだろうかとか、新しい映画でもカルチャーでもに触れていって、そっちを掘っていけば、いつか当たる可能性はあるよね。